南村亜美の相続相続談フルスイング後半では司法書士行政書士で相続遺言をメインとする専門家集団 NCP グループ代表の井上雅之さん井上さんがリスナーの皆さんからの遺産相続にに関すする素朴な疑問やおお悩みにお答えします今回はリスナーの方ではなく私の素朴な疑問なんですが、うん、皆さんよろしいでしょうか 以前不動産の共有名義についての相談があ,あったと思うんですけど、うん、その時イ野さんは。 共有名義はデメリットが多いので避けた方がいいと答えられていましたが。ね、まあ、私が気になったのは夫婦での共有名義なんです。はい、ま,まず、夫婦で名義を共有するというのは一体どういったことなんでしょうか。うん、あの、これはね、マンションとか買うじゃない。はい。あの自宅でもいいけど。えー、買うときに、要はあの、旦那さん、まあ、昔はね、旦那さんのお金で。うん 買うっていうのがまあ一般的ああ、ま働いてないっていうパターンもね専業主婦が多かったからね、えー、ただ今はもう専業主婦の方が圧倒的に少ないから、はい、もう普通に働いてますからね、うん、だから普通にお互いお金を出し合ってより良い物件を買うっていうケースが多いですよねその場合に買うときに 例えば5,000万円のマンション買うときにね、うん、あの2,000万円を奥さん出して、はい、3,000万円を旦那さんが出したら、うん、だから5分の3を旦那さん名義、はい、5分の2を、えー、奥さん名義にするっていうことですよねだからそれで夫婦が共有になるっていうことね、はい、共有でそのマンションを所有するっていうことですよね。はい、なるほど まあそれはね結構あるあるっていうかもうそっちの方が多いですよね今はね。そっかそのお家を購入するにあたってだから奥さんも出してるのにもかかわらず旦那さん100%の名義にしてたらそれおかしいんだよね。それはダメ。それはダメダメっていうかそれ贈与になっちゃう。あなるほど。その分を奥さんから旦那さんに贈与したっていうこと。これはね結構あるっていうか奥さんの方の実家がね出してくれたりとかねほら娘が可愛いから。はい。 あのお金出してくれたりってあるんだけど、まあ良かれと思ってやってくれるんだろうけど、うんはい、それもちゃんとし。出所をちゃんとしとかないと、はい、それ贈与っていう風に税務署は見ますんで。えー、そこは気をつけなきゃいけないっていうところです、ね。ああ、それは大変ですね。<う>知らない方も。多そうですねそうそう。いや、まあ、多分銀行のローンでね、はい、買う人が多いから。うん、ローン借りるときに、多分銀行からね、多分そういう風に言われると思うんですけど、ね。ほう、はい、じゃ、この共有名義を希望しますという夫婦の方っていうのは。うん どうういいったケースが多んでしょあそうういケースですよの自分で名義を持ちたい奥さんうちのね事務所もね働いてるじゃないまあ当然うちにいるから働いてるんだけどやっぱり自分の名義も入れたいっていう人が多いよね。やっぱり旦那100%っていうのはちょっとなんか嫌だっていう気分的にね気分的に嫌だっていうのもいるんだ。 俺が奥さんだったら、はい、もう旦那に100%で買わせて離婚したら財産分与でもらっちゃえばいいわけだけ大体悪いのは旦那でしょまあまあの<う>いろんなケースがあると思うんですけど、まあまあ、一部いるけど <laughs> まあ大体は旦那悪いから、はい、そうすると財産分与で無償でもらえるわけよ<ー>だからとりあえず旦那名義で買わせといて <laughs>、はい、あとどうせ悪いことするから、まあ、その時に財産分与でもらっちゃうっていう。はいはい ことが一番あの税税務的に一番なるほど稲さん的のおすすめ奥様側にはただまああの旦那の財産の上に住んでるっていうのがなんか釈に触るっていう人も多いからまあそこは考え方次第ですそっか私もそれがいいですねうんどっちがいいのあの旦那100パー <laughs> だからそちの方が楽だな、ね、もし何かあった時にもし何、はい、まあ財産分与の所有権とは税金かかんないから基本的にね、うんはい、だからまあ普通に亜美ちゃん名義できるってまあもし何かあったらよは<ー>あったらっていうことだけどねなるほど何かなかったらずっと旦,旦那さんの名義だっけってい、ねはい、まあなんかそうなると夫婦で共有名義のメリットっていうのは何かあるんでしょうかあああの、まああのま 住宅ローンの控除ね、はい、控除がそれぞれ受けられるから、うん、あの税法的にちょっと得になるのと、はい、まあ売る時も一応売る時の、うん、マイホーム売る時の,あの特別控除っていうのが一応ありますんで、はい、それも2つでダブルで受けられるあと相続税もまああのどっちが死ぬかわからないけど、はい、まあ一応その分だけ物件の価格は安くなるから持ち分だけね100%持ってるよりは安くなるから。 まあそういう面では一応節税っていうかまあ相続税かかる率は低くなるけどと、はい、いうことですねわかりました、うん、ここでお時間となってしまいましたので、はい、この続きは次回お願いします、はい、今週は不動産の夫婦での共有名義について伺いましたありがとうございました <music> 稲村亜美の相続相談フルスイング